皆さんこんにちは。アルペンアウトドアーズララポート沼線の大西大河です。ララポート沼津店、YouTube はですね、今まで私一人でやってまいりましたが、今回なんと頼もしい相棒ができました。それではお呼びいたします。どうぞ。琵琶湖の外より、こんにちは。琵琶湖出身のハテヤンです。琵琶湖の底からやってきました。では今日からですね、この2人で頑張っていこうと思います。よろしくお願いいたします。おそらくこの動画が上がるのは9月くらいで、今動画をご覧の皆様は秋キャンプに向けて準備を整え始めているのではないでしょうか。9月はまだ残暑もありますが、最高気温も30度を切るようになり、最低気温は15度くらいまでになってきます。さらに10月下旬から11月になってくると、いよいよ寒さも本格化してきて、最低気温は5度から10度までになってきます。そうなってくると、あとやん、夏キャンプではあまり重要ではなかったですが、秋キャンプから必需品になってくるもの、それは一体何ですか？それはシュラフです。そう、シュラフ、寝袋です。でもシュラフ、お店に結構ずらっと並んでるのを見ると、なかなか選ぶのは難しいですよね。難しいですね。パッと見た感じ、サイズとかは分かるかもしれないんですけれども、どれがどのくらいの季節まで、使えるかどうかっていうのが、ちょっと、初心者の方は特にみたいな感じになると思うんですよ。パッケージにもいろいろ書いてありますが、こう全部舐め回すように見て、温度帯とか使える季節っていうのがですね、分かった上で、それでもやっぱ悩んでしまっている方が多いんじゃないかと思います。ということで、はい、今回の動画の内容はこちら。これを買えば間違いなし、アルペンアウトドアーズシュラフ売上トップ5。アルペンアウトドアーズで売れているシュラフを購入いただければ、まず間違いなく秋キャンプで快眠していただくことができます。特にシュラフのご購入が初めての方、春夏キャンプは常連だけれども、秋からキャンプを始めようと思っている方、必見です。それでは行ってみましょう。要チェック。アルペンアウトドアーズチャンネルです。それではシュラフの売り上げですね、第5位から2位をまずは発表させていただきたいと思います。第5位のシュラフはこちら、 DOD の我が家のシュラフです。横幅がですね、230センチもある、大人が4人まとめてですね、中に入れるほど大きなシュラフとなっております。家族全員1つのシュラフでですね、まとめて入れるので、お子様も安心してですね、仲良く楽しく眠れます。上下の連結をですね、解除して、それぞれ単体でも使用可能で、2人ずつ入れるサイズで使用できます。ケースが一体型なので、なくす心配もなく、大きいのに収納も簡単で、ストレスなく撤収できます。実際に触れる裏地はですね、コットン 100% なので、肌触りもよく、シャカシャカひんやりしないので、秋の寒さや、寝袋に慣れてない方にもぴったりです。表地は防水性のあるポリエステル生地なので、汚れもつきにくく、結露などの水分が触れても全く問題なしです。汚れや匂いなどがですね、気になった際はご自宅の洗濯機で、気軽に洗濯可能なので非常に衛生的です。快適温度は5度で、春から秋、だいたい11月頃くらいまでですね、使用可能な3シーズンモデルとなっております。収納サイズは、かなり大きめとなっております。重量も 4.6 キロと少し重めなのでですね、4人家族でシュラフをまだお持ちでない方、2人から3人でゆったりとですね、シュラフを使いたい方や、冬キャンプはまだお考えでない方はぴったりです。続きまして、第4位のシュラフはこちら、栄養レイヤーシュラフです。こちらはアルペンアウトドアーズオリジナル商品になります。イエイ。シュラフ単体でのご使用であれば、こちらも快適温度5度までのシュラフとなっているため、秋11月ぐらいまでは使用していただけます。はい。付属のフリースインナーを一緒に使用していただければ、快適温度がマイナス5度になりますので、冬キャンプ対応モデルになります。冷感インナーも付属しておりますので、片面は接触冷感、裏面は汗をしっかり吸うタオル生地なので、暑い夏キャンプも非常に快適です。こちらもご家庭の洗濯機で丸洗いできますので、お手入れも簡単です。
コンプレッションベルトも付属しているので、シュラフの収納時に広がらず付属の収納ケースに入れやすいです。シュラフの裏地、フリースインナー、冷感インナーは全て抗菌防臭加工になっております。オールシーズン用のシュラフをお探しの方、秋までしか行かないけれども少し寒がりな方、コストパフォーマンスの高いシュラフをお探しの方にぴったりです。はい、続きまして第3位のシュラフはこちら、セパレートシュラフモフトワイド LX です。その名の通り、皆様が普段お使いのお布団をモデルにしたシュラフとなっておりまして、秋でも快適にお使いいただけることはもちろんのこと、暖かい季節でも普段お使いのお布団のように掛けと敷きに切り離すことができますので、様々な季節に対応することができます。さらに分かりやすい特徴で言えば、通常のシュラフですね、横幅がワイドで広々としているので、お一人でゆったり使うこともできますし、お子様と一緒に2人で使うこともできます。高モデルのシュラフと連結もできるので、非常に大きなシュラフですね、家族全員で一緒に眠ることも可能です。中綿もですね、スプリング、バネみたいなですね、形をした素材を使用しているので、非常に高い保温性となっております。ふわふわ、もこもこしたですね、感触なので、寝心地も最高にいいです。こちらも収納サイズは少し大きめにはなりますが、まあ、中綿の量を考えればコンパクトではあります。シュラフに圧迫感を感じたくない方、一つのシュラフでお子様やペットと一緒に寝るシーンがある方、暑がりで温度調整をしやすいモデルをお探しの方にはぴったりな商品です。では続きまして第2位のシュラフはこちら、スナグパックベースキャンプスリープシステムです。こちらシュラフが2つセットになっておりまして、それぞれ単体での使用もできますし、2つ重ねて使用していただければ幅広い温度帯を網羅したシュラフになります。お、化学繊維のシュラフは、はいはい、保温性よりも断熱性の意味合いが強いので、はいはい、化学繊維のシュラフを重ねて断熱力を足し算することができます。そうですね。こちらのシュラフに関しましては、はい、イソファイバーという空洞状の中綿を使用しており、はいはい、暖気をそこでしっかりキャッチしてくれますので、はいはい、保温性も期待できます。おー、すごいですね。細胞調整も高いシュラフとなっておりますので、はいはいはい、通常の化繊シュラフよりも至りにくいのも特徴になっております。内側のシュラフはスナグパックのマリナーという商品で、はいはい、単体の使用だと快適温度マイナス2度、うん、外側のシュラフはスナグパックのノーチュラフという商品で、単体の使用だと快適温度3度、うん、その2つを重ねて使用すると快適温度マイナス12度まで対応しております。ただスナグパックはイギリスのブランドとなりますので、表記されている温度帯が日本人の体質と少しズレがあります。思ったより寒くて眠れないっていうことがないように、プラス5度が快適温度と見てもらった方がいいと思います。なるほどなるほど。それでも2つ重ねていただければ、うんうん、12月の冬キャンプにも対応しております、はいはい、外側のシュラフは春夏用、内側のシュラフは秋用、両方合わせて冬用と考えていただければ間違いありません、はい、2つのシュラフをまとめて収納しないといけないので、綺麗に折りたたんで収納ケースへの収納はかなり難しく、力と時間がかかります。メーカー推奨の押し込み式での収納であれば収納時間がかなり短縮されますが、それでも多少の力が必要な点があります。それぞれ単体で持ち運べば収納サイズはそれほど大きくないんですけれども、はいはい、両方重ねていただきますと通常サイズのシュラフより大きめになります、はい、一つのシュラフで全ての季節を楽しみたい方、はい、見た目もおしゃれよりはかっこいいものをお探しの方、はい、頻繁にガシガシシュラフをお使いになりたい方におすすめです、はい、以上アルペンアウトドアーズシュラフ売上5位から2位までを発表させていただきました。気になる1位はどんなシュラフになるのでしょうか。オールスター、ハテヤンのおすすめシュラフ紹介。1位を発表する前に
ランキング外で、2人が皆様におすすめしたいシュラフをご紹介させていただきたいと思います。まず私、大西タイガーから発表させていただきたいと思います。大西タイガーおすすめシュラフはこちら、スナックパックエリート5です。こちらは快適温度がマイナス15度とガッチガチの冬用シュラフなんですけれども、まあ、地域によってはですね、秋からでもお使いになられるモデルではあると思います。マミー型で体に沿うような形になっているのと、頭まですっぽり覆うことができるので、暖かくなるのが早く、特殊な素材で体温を反射して外に熱を逃がしにくい構造にもなっております。外側の生地は引き裂き強度が非常に強いナイロンを使用しております。軽量な上に頑丈で、防風性、撥水性、通気性にも優れております。過酷な環境に耐えられる強度がありながら、目の細かいナイロンになっているので触り心地が柔らかい肌触りです。中綿もメーカーで独自開発したソフティというですね、縮毛加工した超極細繊維を使用しておりますので、ダウンのような質感に仕上げています。触り心地もふわふわもちもちしていて、本当にダウンに似たような感覚です。でも化学繊維なので、ご家庭の洗濯機で洗えますので、お手入れも簡単です。さらにこのシュラフのいいところが、チャックが二重構造になっていて、横幅を広げたり縮めたりできるんです。実際僕もこのシュラフを使っていますが、横幅を広げた状態で使うことが多く、マミー型でもゆったり眠れるのでストレスを感じることがありません。マミー型に憧れがあるけど圧迫感が苦手な方にはぜひ使っていただきたいシュラフとなっております。快適温度が低すぎるという方にはですね、同じ仕様で、快適温度がマイナス5度のエリート3というのも出ておりますので、そちらをご検討ください。では次に、私畑隆彦のおすすめのシュラフはこちらです。ロゴス丸洗いスランバーシュラフ2です。機能面は封筒型のシュラフになっており、はい、快適温度は2度となっておりますので、うん、地域によっては3シーズン使っていただけるアイテムとなっております。化繊を使用しておりますので、はい、家庭の洗濯機で丸洗いもできちゃいます、はい、シュラフが清潔に保たれるということは、うん、寝心地にも影響してくると思いますよ。間違いないですね。さらに同一品番との連結が可能で、はい、連結させると幅が約160センチになります、はい、お一人でお使いしていただきますと幅が約80センチありますので、はいはい、ゆったりと使っていただけるのではないでしょうか、うん、表面と肌面はモリポリスという素材を使っておりまして、うん、熱圧力で隙間をなくしてくれるので、うん、通気性のコントロールもしてくれます。エアガードシステムを採用することにより保温性に大きく影響するジッパー部分からの冷気の流入をシャットアウトします、はい、親子で一緒に眠れますので、はいはい、小さいお子様を持つファミリーに最適だと思います。以上、大西タイガー畑やんのおすすめシャフ紹介でした。それではお待ちかねのシュラフ売上第1位を発表させていただきたいと思います。アルペンアウトドアーズシュラフ売上第1位は、コールマンマルチレイヤースリーピングバッグです。2位でご紹介させていただきましたスナックパックのシュラフと同じように重ねて使用するタイプです。形は封筒型でゆったりとしたサイズ感で使えます。こちらもそれぞれ単体で使用できまして、外側のブルーのシュラフとフリースで快適温度が5度、内側のホワイトのシュラフとフリースで快適温度12度、両方シュラフを重ねてフリースを入れてもらうと快適温度マイナス5度まで対応できます。冬まで対応しているところと、暖かい季節は家族でそれぞれ分けて使用可能な点も便利でいいですよね。こんな風にレイヤーで分かれていないシュラフは、対応温度以外で使用する際自分で温度調整をする必要がありますが、そういう手間もいらずに適正温度のシュラフを使用するだけでいいのは本当に楽でいいと思います。コールマンのシュラフは全て同じモデルであれば連結して大きなシュラフとして使用することができまして、こちらのシュラフも連結してファミリーサイズとして使用可能です。真冬でも暖かく眠ることができるスペックはありますが、封筒型なのでしっかり潜ってもらわないと肩がスースー寒く感じることがあります。
収納サイズもシュラフ2個分なので結構大きく 4.9 キロと重量もあります。それぞれ家族全員分となると積載も考えなければなりません。ただオールシーズンそれぞれの季節に合わせて使えてこの価格帯であればコストパフォーマンスは非常にいいと思います。ちなみにアルペンアウトドアーズではこちらのデザートサンドカラーも展開しております。こちらのカラーはアルペンアウトドアーズでしか買えない限定のカラーとなっております。とてもおしゃれで清潔感もある非常にいいカラーリングですよね。そうですね、ブルーとデザートサンドとお好みのカラーを選んでみてください。以上アルペンアウトドアーズシュラフ売上トップ5でした。はい、皆様いかがだったでしょうか。シュラフ選びの参考になりましたでしょうか。この動画を見ていただいた方は、はい、お店に来ていただいて YouTube で見たあのシュラフください、うん、もうこれで OK です。 OK です。煩わしさが一切なく、うん、はい、しかも最適なシュラフを選ぶことができます、うん、はい、間違いないですね。もちろん、店舗の方で実際に、実物を体感していただくこともできますので、ぜひお近くのアルペンアウトドアーズに足を運びください。全国のアルペンアウトドアーズの知識経験豊富なスタッフがバッチリとアドバイスをさせていただきます。それではまたどこかの動画でお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価よろしくお願いします。各店のインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それではまた。